ハヤトの野望チャンネルへようこそ。恐竜の住む島でサバイバルするゲームアーク、今日もプレイしていきます。はい、というわけで今回何をするかなんですが、なんと前回ですね、この JAL ファーストクラスで長い長い旅に出ました。なんと今この島の北東の端のあたりまで来ています。南の方で始まってもう超長い距離飛んできたんだよね。今回はさらに西、雪山みたいのがあっちにあるんだよな、あそこだ、あっちの方を攻めてみようかなと思います。ただちょっと行ってみたんだけど、僕の JAL ファーストクラスが怯えて飛ぶのをやめてしまうみたいな恐竜がいたんだよね。かなりの危険を感じています。正直こいつがいなくなったら僕はもう死ぬしかなくなるんで、どうしようかなって感じです。この辺りに拠点を作ってもいいんだが、やはりもうちょっといいところ住みたいよな。よし、行くぞ。トラえもんを掴んで、さあ再挑戦だ。ちょっと西寄りから行ってみるか、東寄りで行ったら失敗したからな。で、視聴者の方にコメント欄で教えてもらったんですが、前回見つけたなんかその辺の空を飛んでたでっかい鳥みたいなやつ、超レアな恐竜だったらしいんですよね。めちゃくちゃもったいなかったそんなにレアな恐竜だったらなんとかペットにしたかったんだけどな。もう遅い。さあ行くぞ。この辺りから多分寒くなるから松明を灯しながら行こう。羽燃えそうで超怖いなこれ大丈夫か今炎上したらおしまいだぞ。はあ、サドルに松明つけることできるじゃねえか。見てください、僕のお尻が燃えてますこんなの怖えよ、背中焼けちゃうよこの毛皮の服。あ、でもこれで両手開いたぞ、だいぶマシになったな。よし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 、あそこの頂上に住むか。なんもねえぞ、ちょっと待って、一番上まで来たけどなんもないじゃないか。あー、水晶しかないかな。木が生えてないから下で掘ってこないとちょっと無理だな。もうちょっと住みやすそうなところ探そう。ここには住めねえ。あ、この山とこの山の間に川あるから、あそこの川べりに住もう。水も汲めるしな、魚も釣れるかもしれない。あそこだな、そこの正面の丘っぽいところに住もう。あ、綺麗な滝がある、いいな。ここ、こんなに風光明媚なところがあるとは。よし、ここだ、ここに住むのだ。あとはここに肉食獣がいなければいいんだけど、あ、なんか鳥っぽいのがいるぞ。いや、ちっちゃい鳥みたいのが一番いい。ちょっと待って待って待って、僕が家作ろうとしたところになんかいるんですけど待って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 、めちゃめちゃ肉食獣っぽいのいるじゃねえか。これはなんだ。あ、待って待って待って、こういう時こそこれだ。ユーティラヌスレベル8、なんだ、雑魚か。いけるだろ、レベル8なら勝てるよな。行くぞドラえもん、俺は空にいる、分離しゃあ待って待って待って、乗った方がいいんだよ、多分乗った方が強いんだよな。行くぞー、うおー、来た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 、さあ殺せー。やば、ちょっと強くないか、強くないか、待て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 、やばい気がする。いいよちょっと待って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 、ファーストクラスが何も戦ってくれないんだがファーストクラス、お前なんで戦わねえんだよお前も戦ってくれよ。体力大丈夫か。あー、結構減ってる。よし、回復してから行こう。バレたかも、バレてるかも。来た来た、よし行くぞ、戦え。いいよ、なんか羊みたいのが、羊みたいのがなんか来てるあ、よし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 、あー、なんか勝手に、あ、ビビって勝手に逃げてんのかこれ。ちょ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 待って、溺れる、溺れて死ぬ、溺れて死ぬ、やめろやめろ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんでお前、おい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 、なぜ言うことを聞かん。溺れるぞ、溺れるし、ここ減るぞ、おい、やばいやばいやばい、あ、あ、危ねえ。みんな生きてるか、生きてる生きてる、こいつとんでもねえな。よーし、やってやったぜ、制圧完了。よっしゃー、よし、じゃあここに木の家建てるとしようかな。はあ、待て待て、こいつ石の戦士じゃねえかお前。あれ、金属かもな。よし、これで金属なんとかなりそうだな。はい、最低限の家ができました。家っつうか土台だけどな。あいつレベルいくつだ。もう一匹いてもいいんじゃないのか。レベル8いらねえわすまねえ、いらねえわ、お前のこと、お前のこともっと有能なやつだと思ってたよ。まだ壁もねえのに収納先に置いている。なんだこれ、怖っ。
ユーティラヌスの肺、肺怖いよ、いらないよ肺なんて。何に使うんだよ、もう余計なものばっか持ちやがって。うわぁ、ちょ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 、なんだ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 、あいつか。すごい空中戦が行われているレベル120だからな、負けんぞファーストクラスに挑むとはビジネスクラスの分際で、生意気なやつめ、身の程をわきまえるがいい。よし、もうちょっと木材集めるとするか。あー、いかんいかんいかん、もうご飯がないじゃないか。木材と肉を入れて着火、よーしよ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 し、いいだろう。はあ、マンモスいる。待てよ、木材集めるのにあのマンモスをペットにすればいいんじゃないか。絶対そうだな。罠なしでいけるかな。でもマンモスって多分肉食獣じゃねえんだよな、そんなに強いとは思えん。言うて動物園でリンゴとか食べてるようなやからだから、そんなに強くないだろう。うわ、思ったよりめっちゃ毛皮だ。レベル32か、すっごい立派な牙してる。戦闘もいけそうだな、足は遅そうだが。よし、お前には今から俺のペットになってもらう。くらえ、よし来た、逃げろ。あ、やっぱ足遅いな。ちょっと思ったよりでかいから足が速いぞ、気をつけないと。悪いな。お、どうした、逃げようとしてんのかもう逃げられないぜ。おー、寝ました。なんか簡単に寝たな。あんま大して強くねえかもな、マンモスこれ。あー、起きてる、レベル47、マンモス来ました。ほほほほ、いいぞ。よし、名前をつけてやろう。お前の名前は密漁だ。よし、密漁ついてこい。今日からお前は俺の仲間だ。もしお前が死んじまっても、お前の牙は高値で先進国の奴らに下ろしてやるからな。密漁用の蔵も作ってやらねえとな。わあ、結構のしのし歩くじゃねえか。おお、すごいすごいすごい。え、足早いな、お前。さっきまで手抜いてたのか。思ったより足早いじゃねえか。ちょっとびっくりしたよ。いいね、いいね、いいね、いいね。マンモスの蔵作れるかな。あ、作れそうだな。繊維と皮があれば作る。お、いけるいけるいける。よし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 。あ、なんだなんだなんだ、何かが起こっている。なんだ、何事だ。また他の航空会社が襲ってきたようだな。ジャルに勝てるものかよ。誰だ相手は、アナか。いや、わかんねえけど。うわ、マンモス強え。マンモスに撃墜された。レベル10に格安航空じゃねえか、ふざけんなよ。お前も肉になれ。うわ、びっくりした。なんだなんだ、今度はなんだ、またかよ。待て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 、航空会社各社の勢力争い激しすぎだろ。本当に困るんだよ。よし、マンモスよ、今蔵をつけてやるからな。いや、めちゃくちゃ楽しみだな。せーの、よいしょ。おお、すごい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 、これはすごい、なんかサーカス団みたいな感じ。おお、あ、え、待て待て、なんかついてるついてるついてる、太鼓ついてるじゃねえか。え、待て待て、この太鼓使えんの、使えねえのか、どうやって使うんだろう。や、あ、すまねえ、叩いちまった。え、これをどんどこどんどこできるんじゃねえのこれ、ダメなのか。ちょっと待って、叩かしてくれ、その太鼓、景気づけに。ひょっとしてこれ、お友達と二人同時プレイみたいのしないとダメなやつかこれ。そんな友達いねえよ、だから一人で遊んでんのに。ふざけんなよ、最悪だよ。待って、お前の名前密漁じゃなくて名前変えよう。じゃあそういうことだったらば名前を変えようじゃねえか。お前の名前は太鼓の達人かっこ2人用だ。1人じゃ遊ばせてもくれないなんてな、お前ひどすぎなんだよ。よし、行くぞ、太鼓の達人2人用、木材を集めるのだ。おお、木材めっちゃ集まる、最強かよ。いいぞいいぞいいぞ、俺ならすぐ家が完成するぞ。あれ、なんか言うほど木材取れてなくないか君。あれ言うほど木材持ってないね君。おお、取れる、木材取れるじゃないかお前、前足アタックで取れるのか。よし、ここに豪邸作ります。
タワマン作ろうかな。いやダメだすぐタワマン作ろうとするのマジやめた方がいい。なんか謎のタワマンへの憧れがあるんだよな。ちょっと今回2階建てにしようと思っています。ベランダも欲しいな。なんかいろいろ作りたくなるな。ドラえもんの小屋も欲しいな。ちょっと家具がはみ出しちまったけどまあいいだろう。よーし、あ、めちゃくちゃでかい家になりそう。おお、ちょっとかっこいいと思いませんか。しかも奥には神様が作ったのか宇宙人が作ったのか謎のオブジェがある。これを借景と言います。あれがうちの庭ですちょっと違うけどな。いやー、この太鼓叩かしてくれればな。僕今ふとあることに気づいたんですよ。そしてこんなに寒い雪国に家作ってんのに壁をすべて窓で作ってしまった。絶対寒いぞこの家どうしよう、スカスカじゃねえか。でももう作っちまったからな、今更作り直しもな。まあいいか、大丈夫、寒さに強い、俺は寒さに強い。おお、いいぞ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 、来た、よし、はい、来ました。見てください、2階への階段です。おお、ついに2階建て。ただちょっとスペース取りすぎかもちょっとスペース取りすぎかもしれねえ。ああ、いいだろいいだろいいだろ。でさらに上を埋めていく。いいんじゃない。あ、床が足りんのか。ただこれまだ2階の壁とかも必要なんだよな。めちゃくちゃ大変じゃねえか。マンモスの太鼓叩ける。あ、はあ、来たー、乗れたぞ。乗れないと思ってたのに。え、なにこれ、え、なんか音ゲーみたいなの始まってる。なんだこれなんだこれこんなの初めて見たぞ。うわー、もっとどんどこどんどこ叩こうぜ。うおー、どんどこどんどこバツって出てるけど、うおー、景気づけだー。いいぞー、太鼓の達人2人を1人でも遊べるじゃねえか、2人を。だいぶご機嫌になりました。よし、1階完成。次は2階だ。あ、2階はちょっとあったかい雰囲気にしよう。アットホームな感じが出るようにな。あ、全然足りねえ木材足りねえ。お、ちゃんと家みたいなマーク出てる。いいぞ、だいぶ、なんだろうな、なんか家に見えねえんだよな。なんか砦というか窓が多すぎるんだよな多分これ。いやー、もうちょっと、もう一頑張りだな。よし、作るぞ。大丈夫、きっと完成したらもっとなんかかっこいい感じになるはず。まだ完成してないからちょっと砦みたいに見えるだけだ。こんなに頑張ってるのに砦なわけない。よし、これだけあれば足りるだろう。行くぞ。あー、あいつもペットにしてんだ。アンキロサウルスだったっけな。ちょうどここにいてくれてる、測ったかのように。いや、マンモスいると一気に家立つな。オッケー、いいぞ。で、ここに傾斜付き木の屋根、これか。お、いいじゃねえか。家っぽくなってきた、家っぽくなってきた。あ、全然足りねえ。ちょっと待って、もっと屋根作ってこよう。そこの隙間どうやって埋めるんだ、ちなみに。あ、何かが起こってる。やめろやめろやめろ。誰だ、ダイヤウルフか。戦え、あ、しまった、まずい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 、俺が死んじまう。家に、いや、危ねえ。よし、ちょっと2階から見学だ。見えねえ、何も見えねえ大丈夫かお前ら。とりあえずマンモス乗ろう。マンモス、ドラえもんは無事だ。ファーストクラスも無事か、無事っぽいな。怖っ、危ねえな。あー、マンモスもう死ぬ寸前じゃねえか。お前弱すぎだろちょっと待て、ちょっと体力上げてやるか。まあ、太鼓の達人だからな、しょうがないよな。ちょっと癇癪起こした子供とかにバチとか盗まれてそうだしな。まずい、俺が餓死しちまう。あ、なんだあいつは、お前何をしている。あー、肉うめー、うますぎる、最高かよ。あー、もう俺の家がなんてことだ。おい、ちょっと待て、あ、ちょっと待て、そいつを殺すな、そいつを殺してはならん。待て、考えようってやつだよ、ものは。つまり、そいつ閉じ込めたってことじゃねえか。お前も俺のペットになってもらおう。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。
家を乗っ取られたかと思ったけど、逆に考えたらもうこいつこのまま寝かせてペットにしちゃおう。あ、死んだ、死んじまった。ちょっと待って待って、もう家の一角に鳥の死体刺さってんの最悪なんだけど。もうちょっと待ってくれよ。しょうがないから解体するか。マンモス、お前邪魔だ。よし、改めて屋根を張るぞ。そう、屋根が完成してなかったから上から入ってきちゃったんだな。あー、待て待て待て、ちょっと隙間できた。ちょっとどうしよう。あー、待て待て、落ち着け。平面のやつでなんとかごまかせないかな。あれ、なんか思った感じじゃねえぞ。いやー、どうしようかな。いや、絶対こうじゃねえな。繋がってねえもんな。いやー、なんだこの家、どうしよう。これでいいかな。あー、なんかちょっと違う気がする。おじゃねえよ。おじゃねえと思う。よし、ちょっと隙間あるけど。あ、なんか埋まったからいい。ちょっと吹雪の時とか困るかもしれねえけど、まあまあいいだろう。外から見たら絶対すごいはず。はい、皆さん見てください、家完成しました。おお。ちょっと待て、だいぶいや、待て、斜めから見たらまあ結構いいんじゃないの。いや、なんかなんだろう、アマゾンの段ボールちょっと開けた時みたいな感じになってる。よし、家もできたし、次は何をしようかな。何か作ってみるか、すごいもの。もうきっと何でも作れるぞ。銃作っちまうか。やっぱ銃だよな、きっと。セミオート式スナイパーライフル、これ欲しいな。これはライフルを作れないとダメなようだ。ライフル、これだ。あ、いろいろあるんだ、ライフルにも。これだな、シンプルな単発ライフル、これ作ってみよう。金属と革と木材があれば作れるぞ。金属95もあったかな。あ、ダメだ、62しかない。ということは、やつを手にしてねばならん。どうかこの辺に、いや、ものすごいバトルが繰り広げられたから、あいつはもういねえかもしれねえ。いっそここ暗いな、夜だから当たり前か。いないかな。いや、ダメだ、見つからない。いや、でもよく探せばいるはず、きっと。お前、金属掘れねえか。いや、なんか金属掘れそうな手じゃないな。爪っぽいんだもんな。なんかあんまり頭も良さそうじゃないから多分やめとこう。なんか怠け者に似てるんだよな、あいつ。働き者ではないはず。あー、俺のために24時間働いてくれる恐竜いないかな。待てよ、マンモス金属掘れないかな。あ、いたー、お前だー。お前よくここまで生き残れたな。あまりにも弱い。あんまり味が美味しくないから襲われてないのかもな、もしかしてな。悪く思わないでくれよ。寝たーって。いいぞ。名前何にしようかな。今度はもうちょっと長生きできそうな名前にしてやりたいな。よし、来たぞ、アンキロサウルス。お前の名前は料理の鉄人。知らない人向けに解説すると、昔そういう料理番組があったんですよ。よし、行くぞ、料理の鉄人。太鼓の達人、料理の鉄人、いいな、なんか。なんとか人シリーズいいぞ。別に料理を作ってもらうわけではないけど。あ、死んだら肉を使わせてもらうかな。あ、生きたー。よしちょっと足遅いけどな、まあ鉄取るの得意だからな。行くぞ、どしそもそも鉄人は鉄でできた人間ではないから。鉄集めるやつに鉄人ってつけるの間違ってる。そもそも金属であって鉄かどうかわからんのよな。あ、良くないことが起こっている。待て、やめろ。ドラえもん、頑張れ。お前か、ぬりゃ、くえ、この野郎、頑張れ、やったか、おー、あぶねえ。よくやった、お前たち。よかった、死ななくて、とりあえず。危ない、遠出したら危ないぞ、これ。
そのこのペットを安全にしまっておけるペット用の要塞みたいの欲しくなってきたな。よし、お前らそこにいろ。ちょっと金属集めてくるとするか。よし、行くぞ。まずは、ジャルで飛んで。はい、よし、来たー。はいこれで金属があるところにこの鉄人を連れていけば金属を掘れるという寸法です。さあ行くぞ。着地 OK、 いいぞ。さあ鉄人、この金属掘ってくれ。行くぞ、せーの、おいしゃー。うわー、めちゃくちゃ金属取れてるやべえやばいやばいやばい、めちゃくちゃ取れてる。うりゃー、うりゃあ、いいぞー。もうこれで金属足りたな多分いやこれマジでこの金属をライフルの弾にできれば一気に火力が上がるかもしれん。密猟できるかもしれないぞマンモス。あ、密猟しても売る相手いないけどな。すごいなこいつ、なんか獅子神様みたいに。メガロケロス、牛牛みたいな鳴き声だな。鹿だと思うのに。よし、雪原エリアに拠点できたし、今回ここまでにしとくかな。皆さんご視聴ありがとうございました。次回はさらに最新部目指していこうと思います。続きを見たいと思ってくださった方はね、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。あと僕ね、ツイッターもやってるんで、ぜひツイッターフォローしてもらえると嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。